2013オートサロン店員ブースに来ています。今年の店員さんのおすすめを紹介してもらいます。はい、今年は何といっても EDFC アクティブ、まあ今まで弊社ですね、まあ、減衰力をモーターで車内からコントロールできるとそういう製品があったんですが、今年はさらにパワーアップと、まあ、その名もアクティブ、どういった機能かと申しますと、G センサーと、GPS と連動しておりまして、車の、減速加速に応じて減衰力を変更するという機能と、GPS でスピードを検知してですね、まあ、スピードに応じて減衰力を、調整していくと、ですから高速に乗った時には、減衰力を高くしたり、まあ、街中走る時はスピードを遅い時は柔らかくする、で、まあ、コーナーに入っていく時には自動的に、減衰力が硬くなると、まあ、そういうふうな一般的に、まあ、F1 の世界でアクティブサスペンションというのがございましたが、まあ、そういうのを、まあ、街乗りで、体感できるような、製品となっております。カメ子がたくさんいますね。これこういう方々を日本語でカメ子って言うんです。お、エクスディさん、ちょっと行ってみましょう。ここでクラッチのなんかテストができるみたいですね。ちょっと説明してもらいましょう。はい、Alright, over here, this is our clutch pedal simulator. Over here on the right, we have the Hyper Single VF. And over here, we have a twin disc carbon D. So inside this clutch over here, we have two discs. Alright, and if you can press the right pedal. Alright, and over here, you can see the movement. Here's the pressure plate, here's the disc, and here's the flywheel. And as he releases the clutch, it closes. Now he presses the clutch in, you can see the gap, and you can see the movement of the disc right here.And on the left side, we don't have a video for this one, but it's very, very light. The pedal effort is very, very light for a twin disc clutch. それはどんな感じですか？軽い。すごい軽いね。もう今、強化クラッチも随分進化しましたね。あんまり感じないでしょ？楽々です。これなら渋滞も疲れない。ね。すいません、トヨタ東京自動車大学校の泉と申します。こちらなんですけど、今自転車を実際に漕いでいただいて発電をして電気をつけようっていうことをやっています。では最初は LED の方からやっていただきたいなと思います。どうぞ。はい、大東市場5号ポートンゲ団と LED 団とパッテンね、 LED 杯ヘンティ、ポートンゲ団杯チョンティとい5号電電杯シューティオン LED ホティ。はい、株式会社 LT 土さんのブースに来ています。すごいですねこの車。じゃあ説明していただきます。どうぞ。今回は、全部で5台あるんですけど、みんな室内とか、トラックとかにこうエアブラシでいろいろとちょっとメッセージ性というか、はい、を作ってちょっとコンセプト1台1台やってるん で僕の場合は、まあ、このトランクオーディオの、まあ、別にこの下とスピーカーとか全然あんまりマッチングはないんですけど、まあ、エアブラシにこうスピーカー入れてみたりとかしてちょっと遊び心を入れてみた感じなんで、はい、まあ、1台1台そういうエアブラシがちょっとこういろいろと見どころだと思うので、また見てください。